何？はい、ということで今日はですね、前回カットしました、カットしました、はい、ということで、とりあえず短くなってから毛染めをしようと、はい、ずっと言ってましたね。なので今回は毛染めをしたり、ちょっとそういう風に自分メンテしようかなと思います。前の動画でも毛染めしようって言ってたんで、うん、ちょっとね悩んどんすよね、これどう毛染めするよ言うて。ちょっと一回待ってもらっていいですか。はい、何すか。一応ですね、はい、こちらの方ね買わさせていただいたんですけども、ここだけいきます。そこだけでいいんじゃない。ここだけいったらカッパみたいなんないですかね。面白いから全部やりたいですけどね、多分駅も余るんで。全部ここってこと。そうです、そうです。ここ一本だけこう入れるライン金やったら、もうそこを剃りましょう。こうそんな私の技術じゃ無理よ、できないわみたいな感じで、うん、まあ一回抜こうか。抜かんことには入れられへんから一回抜きます。そう、かいちゃんはこれを抜いてこれを入れる。はいはい、で私は今なんとですね、一回髪を黒染めっぽくしました。で、こっから、かいちゃんのいつもの余ったやつで何本かラインを入れたいと思います。それでも余るの、ほぼないよ。で、あんたも数本やろ。うん。で、早速じゃあちょっとやっていきます。そう。はい、に関してはお任せしますよ、先生に。じゃあ。わかりました。で、今日は毛染めをしたり、ご飯を作りたいと思います。今日は何ですか、また。今回は、なんかね、もっと簡単な料理を紹介してくださいっていうのがあったんで、はいはい、もっと簡単な、はい。先生、突き詰めていきますね。はい。もう大体、買った肉、そのまま焼くぐらいの勢いじゃないですか。あれ以上簡単って言ったら。言っちゃってる。え、ほんま？そやろ？だってさ、前もさ、ほとんど包丁も使ってないのにさ、ってなったらもうそれは、今回もまあ使うのちゃうかなっていうぐらいのレベルの、ちょっと楽しみです、ね。はい、おいしい夜ご飯のところまでやりたいと思いますので。もちろんです。それでは、お願いします。はい、いきまーす。なんか変な入り方してませんけ？なんか短くしてさ、あれじゃない？毛の、あれが変わったんだよ。なんかよく言うよな、毛並み、毛質変えたかったら坊主にしろみたいな。毛並み。馬みたいに言うな。うん、うわぁ、そこも行きます。それ、後後悔しますよ。生えてきてから。面白いですよね。1ミリだけ、木になってるみたいな。かき上げてもいい感じ？なんか、こうしてたやん、ケイゴさん。うんうん。なんか、こう、後ろにもうかき上げていくのもなんか、ちょっと。ジーソールブラザーみたいな。あー、そうそうそう。だから、顔が全く追いついてない、本当に。髪型ジーソールブラザーみたいな。顔その辺の人みたいな。それもクレームくるで。いやいや、 美容師は悪くないですよね。素晴らしい。ちゃうやさ、ジェイソンブラザーズって言わんといて。いや、僕は違う。僕は違いますよ。では次、私このカイちゃんの残ったやつでちょっとだけメッシュを入れたいなと思います。まず前髪が軽くしたいんですけども、こんなもんですかね。前髪は中をやります。はい、こんな感じで OK でございます。次は横、まあ、これくらいにしようかなと思うので、まあ、これとこれでいこうかなと思います。いっぱいなったら、しときます。 OK、 同じように反対側もやります。あとちょっと耳をかけるんで、ここだけやります。全部で5個かな。1、2、3、4、5。はい、終了です。はい、何や気持ち悪いの。ここ見て、ただなってるやろ。ここ見て、すごいね。どうですか。早入れましょう。早入れましょう。それでは先生、お願い、第2波お願いします。これちょっとやりづらいやつです。いきますよ。はい、止まるかな。止まります。こんだけ抜けてたらもう染まってきてる。うん、もう変化してきてます。早いね。痛い。だってこれ先っぽ先っぽでさ、グリグリもう音聞こえてたもん今。ちょっとやりすぎだなって思ったけど、結構な手応えあったもん今。なんか身削ったみたいなぐらいの。グリグリ。すいません。
もうね、カイトさんの頭触らせてもらってもうすぐ10年になるんですか。ああ、そうですね。ほんまに付き合ってすぐからもう全部染めてくれてたし、てかだから最初の頃なんて頭洗ってくれたもんな。そうですね。懐かしい。頭洗い方わからへんだから。頭臭かったって。そう、今も昔も。結局やらそうね。もう、例えば目しびるくらい臭かったんで。俺、ドレッドやったっけあれは知らない。そういう、洗えへんからさ。そういう、あれやけどさ。え、完成はじゃあ、ご飯の時にね、見てもらいましょうかね。あなたもそうしようか、じゃあ。あ、そうしましょう。では今から、今日は美味しい夜ご飯また作るんで、皆さんも一緒に、まねっこしてくださいね。食べたいな、腹減った。はい。では、完成しました。エントリーナンバー、1番、2番、同時に行きます。ピンピン、ピンピン回ってきてください。サザエさんちゃうやから。はい。ということで、はい。こんな感じでございます。めっちゃ綺麗に染まった。いい感じだったね。本当に。ありがとうございます。いや、もう先生もいいですよ。綺麗に入りましたね、ラインとかも。もうちょっと多くてもよかったんじゃん。いや、これくらいで大丈夫でした。ちょっと、控えめに行きすぎたんじゃん。あげてると。ということで先生、はい、今日は先ほど言っていた、うん、何を作ってくれるんですか。はい、今日は豚肉、2割引きですけど、豚肉を使って豚肉ロール。豚肉ロール、もうそのままです。そのまんまやね。はい、と、豆腐と卵を使ってだし巻き卵、めっちゃ簡単なんで。これはいつもお世話だったんです。めちゃくちゃうまい。で、あとは簡単にね、かいちゃんのお父さんとお母さんからいただいた、畑のもので、うん、サラダだけ作って。早速じゃあ、お肉からいきますね。まな板よりも、私はサランラップでやりたいと思います。下、傷つくんちゃいます？大丈夫ですよ。本当は片栗粉が欲しいですけど、なんかあったあったと思ってんけど。なので、ちょっと小麦粉で代用したいと思います。はい、もう団長も降りようかな。ダメや。じゃあ降りよう。はい、よいしょ。はい、よいしょ。これね、小麦粉をね、ここバーッと引いておくんですよ。これ、1パックを全部そのまま使います。こんな感じで、並べます。で、これをですね、巻くんです。ただひたすら巻きます。外からちょっと、上手に巻いていきます。こんな感じで巻きます。で、これ巻いたら、ちょっと一番最後のところだけ、爪楊枝で刺しといてください。バラバラにならんように。まあ、2、3本ちょっと刺しといてもらったら大丈夫と思う。それでですね、もうちょっと、ほんまは、片栗粉でお願いします。小麦粉を、バーッとして、これで、ゴロゴロっと。こんな感じで、これだけでございます。これで焼きます。ここにね、油を引きまーす。温まったらね、焼いていきまーす。これ中まで温まるんですか、そもそも。大丈夫ですよ。じゃあ、あとは、蓋して、ちょっと焦げ目つくまで焼きます。はい、これのタレなんですけど、簡単なんで見せてください。これもね、私、インスタとかで見つけたんですよ。でも一緒に、どんなん作ってほしいとか言いながら、自分ではあんまりちょっとそこまで、アレンジはできるんですけど、あんはいただいたりしながら、醤油2ですね。お酒2。はーい。お砂糖でもいいと思いますが、うちちょっと蜂蜜まだ余ってるんで、蜂蜜を、まあ、大さじ2ぐらい。ぐらいかな。次は生姜。生姜ってね、1個買ったら、使い切るまでって大変じゃないですか。うん、で、こういう風に、タッパにお水を入れて、お水の中に入れておくとすごく長持ちするんですよ。それから水は3日に1回ぐらいは変えてください。なんかぬるぬるってしてくるんで。で、これね、生姜もちょっとすります。これあれですよ、チューブの生姜で十分でございます。で、お水がだいたい80か100ぐらい入れてもらって、で、これでちょっと混ぜてタレになります。次は簡単な、だし巻き卵を作ります。タッパーをちょっと用意してください。アイラップって、レンジできるラップなんですけど、これにですね、豆腐を入れます。卵2つ入れます。
で、白だし、これはもう私ちょっと適当なんですけど入れます。このままもうしっかり卵と豆腐を混ぜます。はい、まあこんな感じにしてください。そしたらこのタッパの中に入れます。袋ごとね、蓋を開けたまんまでこんな感じでいいんで、これでだいたいレンジで4分か5分ぐらい、このままチンします。じゃあ右で出たで、今じゃあはにちゃん、はにちゃん、左も痛い痛いしてるな、大丈夫か、僕痛い痛いな。こんな感じでね、焼けてますよね、チーズを。ちょっと余分な油は取ってください。このまま、これさっきのタレね、これをザーッと、このまま、中火で煮立たせます。これで火通りますんでね、大丈夫ですよ。ちょっと聞いてくれます？はい。これなんでしてるかわかります？ここ新しく補強し直しました。ここね、間空いてるんですよ、実は。で、テープで貼ってるんですけど、ここにね、ダンちゃんが足が入ったことがあって、そのまま落ちたらもう骨折じゃないですか。それでもうこの隙間はテープで留めてあるっていうことです。はい、どうですか？で、できてますよね。うわ、これがだし巻き豆腐入りの卵でございます。にゃか、お目目痛いな、痛い痛い。あ、じゃじゃ、あ、じゃじゃ、あ、じゃじゃ、貫禄が違いますよね。あ、にじくん、にじくんも来たんか。にじくん、なんか匂いするかな。にじくん、何匂いする？はいはい、待ってよ、もうちょっと待っててな。うん、分かったよ、待っててよ。じゃあこれがね、さっきのやつです。でね、ドンって出しますよ。綺麗。このふわとろ感、えぐいよな。そうなんですよ、めっちゃうまいよな、これ。これで、一品のだし巻き卵豆腐入り。はい、そしたらですね、これこのままに、ドンと爪楊枝は取ってください。切ります。よし、このね、詰めたタレあるじゃないですか、これもかけちゃいますよ。うわー、絶対うまいやん、そのタレ。大葉ですね、これもお母さんたち、大葉です。これはなんか何でもいいです。ネギでもいいと思うし、なしでも OK、 アクセントになればと思います。ということで、こちら豚肉ロール。うわうわということで、本日もお疲れ様でした。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。乾杯。あ、美味しい。うまいね。いただきます。いただきます。あ、美味しそう。このタレこうつけてさ。はい。こう。うん、もうね。うまいんすよね、先生。マジで。うまいっすか。うまいですね。卵は？卵はもうしょっちゅうやもんな。毎日これでも、これを実践してほしい、一番。これももちろんうまいけど、こっちの方が使えるやん。簡単やな。毎日できるやん、普通に。卵余ったらできるやん。うん、これがめっちゃうまい。これ、店で出てくるやつや。ほんまに。じゃあ、もう、ふわっふわ、うん。すごいよ、これ。なんか、プルプルーって。そう。これはほんまにすごい。うん。うん。絶対、豆腐疑わへんもんね。言われんだ。豆腐嫌いの人も食べちゃう。やっと髪も切れて、こう、髪入れも変えれて。うん。髪の毛切ったら、失恋したのとかさ、言われるやん。こう、気持ちを切り替えるみたいな。わかる。でもなんか、そんな、なんか、新しい自分になった気持ちになるよな。わかるわかる。なんか新しい自分って感じが、新しく知らない自分スタート。だから今から心機一転したいなって人は食べる。エミさんの真似する人多いから、やっぱり。いやいや、これはみんな、なんかエミさんオーラが違うって言ってましたよ。僕はなんかですけど、エミさんもだからもう女優というか、誰が言うんですか。長澤まさみぐらい、長澤まさみもマジでオーラ違うって言ってて。当たり前よ、芸能人が言ってて。当たり前よ。
ちょっと芸能人って、うん、そうだと思う。同じ土俵にいる人が言うってさ、うん、そうと思うよ、綺麗だもんね。すごいなと思って、うん、ご飯を作る動画をな何本か前から出させてもらってて、ですごいほんまにコメントでさ、あ、来るね、もっと見たいですとか言ってくれたりするんで、でもご飯たち毎日作るので、うん、なのでできるだけなんかこれからなんか動画でももっと多く、うん、簡単なものしか私はいいものも使えないしあれなんですけど、簡単なものは動画に織り込んでアップしていきたいなと思ってるんで、これからもなんか何々を使ったとか言ってくれたら、なんかこの間はちょっとピーマンとチーズ以外でお願いしますって言ってたんで、ピーマンとチーズ嫌いなんかい、そうそうっていう人がこう別々に、まあもちろんもちろん、だからいろんな人の意見をこう取り入れて、ああ OK です、ピーマンとチーズ以外でじゃあっていう感じで、今回は豚肉したんですけど、はい、すごいよね、ただ巻くだけで、そう簡単、ほんまに7分もかからない、5分もかからないんじゃない、巻いて刺して焼いてタレ作って入れて終わりだから、ありがとうございます、はい、そしたら本日も、この後美味しくいただこうかと思っております。はい、じゃあ今日はリフレッシュしましたということで、これからもこんなお二人ですけれどもよろしくお願いします。それではバイニャン、バイニャンってもうみんなほんまに、みんなあれ2人暮らしだったっけ一応5人の予定やってるけどなんかさ、猫飼ってる人はあるあるだと思うんだけどさ、急にさ、あれ猫いたっけっていう時あらへん。じゃあほんまに猫って気まぐれで、いやほんまによ、用事なくなったら一気になくなるんだ、形も見えへんもん、どこ行ったっていう、ふーんって消えへんの、鈴もついてんのに鈴も落とせへんさ、2人暮らしやな、家でしたの、家でした